派な建物だね。すげえや。お土産屋さんでも見てみようかな。フライブルクめちゃくちゃいいっすね。綺麗だし、まあ人も多すぎないし、天気もあったかいし、街も綺麗、建物も綺麗、お店も充実してるし、フライブルク大学行きたいとか思ってる人おすすめっすね。この街住んで学生生活したらすごい楽しそう。落ち着いてるし静かで、でもなんかカフェとか飲み屋とかレストランとかもいっぱいあるし、生活するのに全然困んなそうだっす。困んなそうだっす。バーゼル中央駅、綺麗で大きな駅ですね。バン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 、あちこちを路面電車が走っていてですね、まあ都心の割に車が少ない、そんな印象ですね。ライン側です。バーゼルはこのライン側の両へりに沿って栄えた町です。
川綺麗ですね。この謎の黄色い T シャツ集団はデンマークのサッカーチームで、今日はバーゼルとの試合がこの後あるようで、街はちょっと盛り上がってますね。